どう なんで笑ってるの。いやもう言ったやろ、うん、いや美味しいかまずいかで言うと全然まずいっすよ、はっきり言って。あ、ほんと。やっぱ、うん、なんだろう、あの低予算でやっぱ設定してるから、うんうん、やっぱそれなりのやっぱ年齢数、あとの、ね、価格相当の、うん、だからやっぱそこまで贅沢できない感じですね。やっぱまああとちょっと寮母がうざかった。おい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 、呼び捨てするなっちゅうの、寮母さんだろってのお前。あ、ユンケル飲みませんよ僕は。ユンケルね、うん、あ、JJ 君、麻生先生の忠告忘れないように。あ、覚えてますよ。はい、キーワードは、そのなんだろう、余裕でいるみたいな。違います。スタートダッシュです。ああ、そうそうそう、ガッツかね。それは女に対してだろ。先生の病院行ってみたいです。病院じゃなくてクリニックや。まあクリニックね、どうぞお越しください。はい、イカの燻製って食べてます。人前でお話しするコツを教えてください。まあ、なりきるですね。ああ、なるほど、うん、なりきる。自分がなりたい人をなりきる。そうです、なりきるです。ジェイ君、声が少し大人になったね。でも単純に、うん、あの声がちょっと若干枯れてるだけです、これは。ちょっとつなげてください。はい先生、今日晩ご飯何食べたんですか。ダディは、ね、寿司食べました。で俺ちゃんは、まあ、俺ちゃん投稿見てくれたらいいんだけど、最近 Uber Eats で、まあ、ヒカルさんとかが紹介してた究極のブロッコリーとかあるんですけど、それがその鶏肉とブロッコリーだけを売ってる店なんですよ。で俺ちゃん最初見せた時に変なもん売ってんなと思ったんですけど、その価格が安い割にはすごい腹膨らむんですよ。でその中で専門のソースみたいな、カレーのソースとかポン酢とかいろいろあって、でそれがその糖質カットとかになってて痩せますよみたいなのがあったんで、まあ、それを今最近、まあ、実際今日から食べようかなと思ってます。ゴールデンウィークが明けて、ジャガーさん帰ってきたらどうすか。帰ってきたらどうすか。おつまみチーズサンド持ってきました。いっぱいあるね。ジェシー君司会上手。うん、そうね、俺ちゃんね割と遠くるからこうだと思う。いや、あるよ、正直あるよ。こないだ麻生先生のところとコラボした時そう思ったよ。なかなか上手だなと思うの、肝が座ってるっていうか、大人と一緒にやっても全然普通に喋ってるもんね。これ どうしたどうした。えっ、帰ってきてるでしょ。ほんま、ジャガーさん帰ってきた。お前、ちょっと読み手どうしたお前、ふさこ読み手やばいよ。読み手早くしてよ。マジで遅い。さあ今ジャガーさんと読み手が来ました。市販に遅いよ、ほんまに。しっかりしてくれよ。読み手読めるから。待ってましたよ、ジャガーさん。読めるかなしかって読むんです。そんなに食べて太りませんか。そうなんですよ、一食なんですよ、一日。だから全然太らないです。なになになに、似合ってる。早く早く定時ついて。やばいやばいやばいですよ、ちょっと待ってください。JC 君、対面授業になるといいね。それよりもオンラインのが好き。いや俺ちゃん対面の方が好きですね。なんでかっていうと、うん、まあ、なんだろう、リアクションが浮かないんだよ。そうなんだ。あのオンライン授業だと、そうなんだよ、ね、まあノーリアクションだったりとか、うん、まあそのなんだろう、フィーリングを感じないから、そうなんだよな。正直ね、あんま好きじゃないですね、オンライン。お父さんもやっぱ自分の醍醐味は対面授業だと思いますね。やっぱり学生をいじりながら授業を回していくっていうのも得意なんですよね。いやー、対面にでもなってちょっと良かったね、ほんま。ちょっとコロナ怖いけど対面の方がいいね。カズテルに感謝ですね。すいません、学長先生だよな。なんて失礼なこと言うんだお前は。福井さんに感謝する。福井さんじゃねえか。学長先生だから。あ、福井学長さんのは、こら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 。お父さんも大好きなんだから、どういうこと言うなよお前。学長先生ね、うん、必ず、必ず紅茶とお菓子出してくれる、うん、言ったら。それはお客さんだからね。めちゃくちゃいい人です。いや、いいです。お茶はね、結構好きです。は、ジャガーさん、待ちましょうか。おっと、トイレか。いや、ちょっと JJ 君出て。やだ、いいな、これサングラスだったら。やだね、いいっすよ。死んでもやだね。あ、危ない。誰か呼んで。ふさこ、ほら、早くしろ。早くしろ、ふさこ。あ、ジャガーさん来ました。まだあらららららら、らもうすぐしてればいいじゃん、早くしろ。JJ 君どうしたの、そのサングラスは。もうどうでもいいんじゃないの。常連の大丈夫です、もう触れないで。あ、ジャガーさんはイエーイっていう感想が来てますね、今。なんか
やってないせいかちょっと下手んだよ。ほんま流してる感がありありだよ。ちょっと米地がさ流してる感ありありだよ。今頭働いてない。でもちょっと酒飲んだらおかしいよ。矢田君いらっしゃいました。おお待ってました。大志くんかっこいいねっていう意見が多いですよ。おはい、JJ くん。おぉ早くして。JJ くんのシャツはこれ、ジャガーさんがこれね、3万で購入したやつです。あ、JJ くん、残念ながらおっさんみたいっていう意見がある。それじゃね、否定側なんだよ、ほんとに。あらら。やるなら。うん。ジャガーさん、ちょっと早くしてほしいんですよ。はい、JJ くん、サングラスかっこいい。サングラス、わってことだな。もじゃないですかね。JJ 君のシャツかわいい。そのシャツどうしたんですか。いや、あれですよ、コンビニで買ったお会いした。違いますね、ジャガさんが買ってきてくれました。これでしょ。コンビ、コンビニ売ってないと思います。これは T シャツです。あは皆さんこんばんは。顔が赤いジャガさん。はい、ジャガさんお帰りなさい。なんか歌舞伎さんで、どうすいません、つまんない T シャツで。グレート、グレート歌舞伎さんね。お前、これまあマニア。先生、ガラシーさんとのコラボ実現できるといいですね。いやいや、ちょっと無理だと思ってますけど。ねえ、もちろんね。いいからどうでも。いや、それ読み手に言ってよ、それ読み手に。ねえ、すみません、今、そのまま読んじゃいました。なんかね、ジャガーさん、なんか口が回ってませんけど、大丈夫ですか。いや、酔っ払ってんの、はい、飲んでんの、ね。はい、ジャガーさん、ジャガーさん、これすごいですけど、ジャガーさん、青がお似合いですね。Thank you。何でも似合うんですけど。はい、ジャガーさん大好き。ジャガーさん乾杯。お帰りなさい、ジャガーさん。ジャガーさん可愛いです。可愛い。お前たちがうっせんだよ。あ、バッチ購入いただきました。いや、どうなんだ。来白。ねえ、いいから。オールさんです。ありがとうございます。せーの。いいね。あの、それが大っ嫌いだから、みんな、私が言うにはもうね、ジャガーさんが来る前にたくさん購入いただきました。今日はバッチは買わなくていい。じゃあジャガーさん、早速喋るのやっとって感じですけど、大丈夫ですか。ジャガーさん、早速ですけども、ジャガーさんネイル見せてっていう意見があります。お、新しいメールですね。少し夏バージョンですよね。うるせえな。そうね、東京最近めっちゃ暑いですからね。はい、服とネイル、ブルーが合ってるっていう意見がありますね。あんまり合ってますけど。お前たちはいいんだろう。私の本が見ていいと思ったら、お前たちの本なんか、私に対しては嫌だと思う。ジャガさん、お疲れのようですが、大丈夫ですか。結構もう疲れた。だから本当は出たくないんだけど、だって私のインスタじゃないじゃん。出たくないけど。自分で10時半に帰ってくるって宣言して10時40分ですよ。ネイル可愛い、喋るのやっと、大好きジャガーさん。おそらく残り20分くらいながら、ね、シャンパンとかを1本ぐらい飲んでると思うんですよ。めっちゃ飲んでる。何よそれ。アルチューは君だな。ジャガーさん、ジャガーさん、ロレツが回ってないっていう意見が。ジョッカー、みんなね、飲んでないからね。若干恥ずかしいですね。あのね、両親アルチュー、こういうのが面白いんだよ。両親アルチューなんだよ。うるせえなんだよ。でもジャガーさん、あのゆっくり寝てください。ジャガーさん、出てくれないと見ないとか言います。そうだよね。ジャガーさん見ないと1週間終われません。ああ、センキュー。みんな好きなんだよ。それだったらファンサロン入ってほしいですね。それお前がたちがうるさいから。はいはい、かわいい、笑顔がかわいいよ、ジャガーさん。かわいい、酔ってるジャガーさんもかわいいです。ふにゃふにゃふにゃ、陽気だな。あれ、ジャガーさん、あの目が綺麗です。カラコン入れてますかと。全然入れてないの。はい、次行きまーす。おかしいんじゃん。ジャガーさん、自然体で良いです。ジャガーさん、お疲れ様です。ね、作るのが一番嫌いなのよ。ジャガーさん、すごいですよ、乙女っていう意見があります。めっちゃ乙女。うん、はい、これ、ね、うちの旦那も、あの自分は作ってんのに作らない、作ってないじゃん。作らないマミーが好きなのよ。ね。そうね、なんか説得力ないんですけども。あ、ジャガーさんに癒されてます。ジャガーさんの試合見に行きたい。どこでチケット買えるのかな。という意見があります。なんかディアナのホームページ見てもらったら分かると思うんですよ。お前ふざこ言えよ、お前。ディアナのホームページで、あのアミスタの道場のチケットが買えると思います。いや、アミスタはあれだけど、別にいろんなとこも行きますよね。後楽園も買えますよね。うん、
ぜひ。まあね、ディアナのホームページってことですね。はい、ね、長いな。所属するディアナというホームページを見てください。はい、ジャガーさん、酔ったジャガーさんも好きです。ジャガーさん、いつも自然体ですね。ジャガーさん好きやったら酔ってても好きやろ。ジャガーさん、今日は可愛い喋り方。なんかね、どう普段あるの？あのね、うるせえなのよ。あの、今日はもうちょっと遅くなりそうだったけど10時半に帰りますって言ったのね。あの、超人ジェジェ君虫みたいなお前の虫だったよ。なので、はい、私は今日の演出のために急いで帰ってきました。急いで帰ってきて10時に、はい、ジャガーさんはじめまして。私はジャガーさんがこんなに素敵な方で大好きになりましたよ。私もだよ、今素敵だ、ね、私もだよ。ちょただ酔ってるだけじゃんと思ったらですね、多分そのサングラスをかけて急に怖いと余計なことすんなやばかったいつもありがとうね、みんな。あ、イナリンさん来ました。え、イナリンです。イナリン、あのイナリン、はい、あのイナリンです。ジャガーさん、木下さん、ジェイジェイ、こんばんは。こんばんは。今日のジャガーさん、とてもおしゃれですね。ジャガーさんのギャグとダジャレ大好きなので、また気に入きたいです。ガンガンお願いします。あの、ね、ダジャレ言ってる？あんま気に入らない。結構言ってんだよ。言ってんの？ねえ、なにこれ。ねえ、すげえな。ねえ、イナリン、私ね、イナリンと会いたいと思って早く東京に来てって言ったじゃん。なぜかというと、はい、誰から見ねえ、ちょっとさ、イナリンの感性とか大好きで、で、ジャガーファミリーが好きで、すごく私たちのことを上手に編集して出してもらって、それはすごい感謝してるわけですよ。だから私、イナリンに、まあ、早く東京を上京してって言ったじゃん。多分ね、イナリン都合があるんだから、イナリンさん来ないって言ってんじゃないじゃん。こいつは何もないから。あるないないない。彼女とか結婚するだけ言ったら言ってよ。だから早くイナリン上京してて、あの、木下が面倒見ると思う。はい、ジェジェ君、あの、ジョン・レノン・ジャガーさんっていう意見が多いですね。このもうサングラスしたらそうです。そうですよね、あのサングラスが。もう私なんかもうビートルズ、ビートルズが全然分かんないから。はい、サングラスが似合うジャガーさん。 JJ 君がクラスメイトだったら楽しそう。あ、あの、ね、JJ 君がクラスメイトだったら確かに面白い。超つまんない。何それ、何だ、同じクラスメイトだったらね、えマジでめっちゃ痛いんだよ。どっかけずが食うな。ジェジェ君面白いですよね。ちょっとめっちゃ面白い。なんかめっちゃ面白い。あの、発想が面白いですよね。いや、ほんと笑わせるのあるね。なんかまたね、自分の笑いでジェジェの笑いつられて笑うってのもあるよね。このステッカー宣伝したじゃん。しました。これプレゼントするの？おお。だって5枚とかしかないないの。ダニーがめっちゃ失礼なことさっき言ってたよ。うん、いや、もう多分芝居でいいと思うんだけど、それしてるっつよ。言ってないし、言ってないし、そんなこと。これなんか5枚か10枚かあるので、じゃあ1000枚作るか。あ、先生、あの、今日ジャガーさん多分酔っ払ってるので、はい、今日のジャガーさん色っぽいっていう意見。あざといっすね。気持ち悪いね。なんか、あ、そうやって今まで男を誘惑してたよなっていう。そうなんだよ。あのね、まあ、ダディの前に、のダディの前にあれじゃ、モテモテ、モテモテ手すわれが。絶世の美女っていう意見もありますよ。うねぴー、うともみずさん、うともみずさんが絶世の美女っていう意見。ちょっと感性わからない。お前ちゃん離婚しろっつうの、ね、ただの酔っ払いしか見えない。もうお前もうほんと可愛くない。あ、ちょうどいいですね。ジャガーさん、JJ 君に酔った勢いで絡んでくださいっていう意見。もう無条件で、うちの息子、重たい顔、お前もアラビューアラビュー、ほんとお前もどんなに言うことかのもみ方だよ。はい、あの、先生、ジャガーさん、絶対性格良いですよねっていう意見が来てますね。やばい、マジ言いにかった。なんていうかな、何何、ジャガーさん、絶対性格良いですよねっていう意見が来てますね。それ間違ってる。お前だよ、一番悪いのは。お前ちゃんめっちゃ性格いいよ。
ぜひ、ね、今までのこの3人今まで俺ちゃんの音源聞いてくれねえ、いねえからこの3人全員が自分が一番好きなのに、ジャバさんやばいですよ、さっきのステッカー、うん、素敵、欲しい、いくらですか、シール欲しいっていう意見がすごいです。じゃあこれ作ってもらいます。ステッカー欲しいです、かわいい。それ1枚1000円ね、これ。ね、そんなぼったくりありえない。いや、ジャブラーさんの顔ついたら1000円ぐらいするでしょ。でもこういうのでシールです。100円で、こんなの紙のシールったら。あの、すいません、さっき多分 JJ 君と絡んでた絡みで、ジャガラーさんとハグしたいって。ジャガラーさんとハグしたら背骨折れますよ、はい、ね、そこはしお前が重いっつ言ってました。はい、ジャガーさんの絡みに甘える JJ 君、かわいいと。甘いってねえよ、甘えるかな、超痛かったよ。あのね、この子ね、あのちょっとアメリカンだから、やるときはもう今一番親がうざい時代で、でもやつはもうそういうときでも「よるな!」とか言うときもあれば、じーっとしてるときもあって超かわいいと思いきやですよ、放送事故笑うっていう意見もあれば。放送事故だ今マジで。何を何、いや、まあ、ヘッドロックやめましょう。してねえし、オクラもスタンピードされた。いや、まあ、なんかお父さんだよそれ。メガネ壊れたんだよ、時。あ、いえ、ジャガーさん、旦那様にもチューしてください。いや、いいか、いいか。そんな読むな、お前は。いや、ちょっと気になっちゃいまして。なんか、ナリーがさっきディープしたいっすよ。ディープしたいっすよ。ディープしたいっすよ。DJ、ほら。最後。いやだ、最後で、最後で。まあ、終わる時、終わる時。すごいですね。もう、私ね。ステッカー欲しいですっていう意見がすごいですよ。マジ？え、注意が1万1000円でいいの？あ、で、1枚1000円、なんか、大使っていう意見。これはですね、あれなんですよ、あの鳥小屋ズーム見てさ、ちゃんとメッセージ送る人じゃダメだね。これ完売したら、ダリーがキーボードします。やかましいよ、もう一応やかましいよ。はい、JJ君、次のコメントいきます。絶対買いますっていう意見がありますよ。そうしよう、感覚設定。いや、そんなんいいよ、こんなの。あとですね、ジャガーファミリーでバッジを作ってほしいですと。バッジ、はい。あ、でもあれいいんじゃない。それもありだな。昔、ジャガーファミリーのバッジアイコン、あれ結構面白いと思ってる。まあ、全然顔違うけど。イラストね。もう全然。お前が思い浮かん時の。そうそう、もうマジで全然顔違う。はい、そしてですね、さっきジャガーさんのサングラスかけてたと思うんですけども、ジャガーさんのサングラスかけたら JJ 君そっくりですね。やっぱりおいちゃんね、いや、おいちゃんね、マジで顔似てる写真あるよ。お前、いや、ほんと横が何してんの。何してんの。これして、今じゃない。はい、続きがありますよ。やっぱり親子似てますね。ジャガーさんかわいい、 JJ 君帰ってきてくれそう。見て、何今ね、1222です、うん、あのね、今楽しすぎてお風呂行けないって。ごめんよ、ねえ、お風呂みんなせねえ、好きになるもん。あ、恥ずかしいな。 JJ 君、1枚1000円でも買っちゃいますよと。あら、あら、いや、そんなに僕が1000枚作ります。さすが先生。似てると思う。似てる、これ横浜町似てると思う。似てる、似てる、これやっぱり似てるね。これ横浜めっちゃ似てんだもん。JJ君もジャガーさん似てんだろ。頭の形がめっちゃジャガーさん似てんの。これ髪の毛一体何してんの。これ本当に手術ね。何、めっちゃ似てると思う、マジで。似てる、似てる。でもやっぱ、いや、こっち来て、あの、ジャガーさんのインスタの JJ 君とのプロレスも良かったよと。え、動画じゃなかった。あれ、JJ 君結構あの、なんかムキムキでしたよね。なんか背中がね、筋肉が。ねえ、そこでだってかぶつけたら誰も見てないから。JJ 君痩せました、やっぱりちょっと。まあ、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 来ました。いいとこ聞こえた。あ、来ました。で、最高の時より何キロ痩せた。いや、体重で言うとあんま変わんないんですけど。みちゃん、エミちゃん見てると思います。今多分マイナス14キロです。あ、そう。今75から4ぐらいです。ねえ、どんだけ太ってるんだよ。だから、そうだ、おじちゃんのこれいっぱい写真ね、まあ、調べるほどの価値ないですけど、ね、マジでめっちゃめっちゃ出てる。いや、お前の目標は何。水に、いや、だから今年の、うん、12月までには、うん、マイナス10キロしたいです。
だから自分の身長引く100したいです。だから66とか。なるほど。67ぐらいです。じゃあ65、6に今のお父さんぐらいですね。そう、うん、でもね、ジュンさんもそうでもなったから、ダディね、やっぱね、昔の写真に比べるとやっぱ痩せたと思う。いや、痩せます。それは私ね、思ったんだけど、昔の写真めっちゃなんかもうキモかった。まあ食事も制限はしてると思うんだけど、私が思うにクリニックを開いて去年アウトドアしたら結構神経使ってんのよ。2020年の開業したの。どうぞ。そうそう。もうそんなだった。だから身長と立ったけど、身長と立ったけど、ジェイジェイ君さっき見せたあの写真あったじゃないですか。めっちゃ似てるやろう。やっぱでしょ。俺自分でこれ思う。めっちゃ似てる。確かに似てる。そう、あの肌汚いとこ似てますこれ。だけどあの先生安心してください。ジェイジェイ君のパーツ木下先生に似てるっていう。体ね、あのね、下半身そっくり。そうじゃね、太ももがね、完全にそうだよね。そう、形がね。そこ YouTube の時はちょっと見せるけど、今はちょっとあんた足上げていいよ、今そういいどうでもいいじゃん。お、JJ 君は筋肉質ですね。だってこれ見るとそうだよね、太ももは。そうじゃね、ここだね。ほんと土地の芯じゃね。ここだこっちゃなくて。ブラ、あの、ロベカル君募集すんな。いや、マジで今もいたよね、会いに行った時ね、相撲取りが。ああ、いらっしゃいましたね。誰土地の芯。誰って言っていいのかが、ちょっと土地の芯。はい。キリシマ。意味わかんないもん、いつの時代。はい、はい、お願いします。先生、あのバッジを購入いただきました。はい、イエーイ。何ですか。ゆもえさんですね。はい、ゆもえさん、ありがとうございます。せーの、いいね。何のゲームに買わないように。じゃあラスト5分でいきます。はい、あの先生、ステッカー1000枚作ってジャガーさんに儲けが入るといいですね。いや、売るんじゃなくて、鳥越アズーリに、ご意見とか質問くれた人に送料は有料で送ります。送料は自分出してください。そうですね。それでも受けない。じゃあ、そうね。売店で売ったらいい。じゃあ、あげますよ。どれぐらいあげますよ。いや、売店であるの。じゃあ、それはまた、ブルーアズリー FM でお話したいと思いますので。そうですね。もうコメントやご意見いただいた人に、DM いただいた人に優先的に。あの、学習の一周。送料は自分でお願いします。1週、3週、5週に、トリガーズリー F、 次はね、ゴールデンウィーク中なんで僕出れないんですよ。いや、お前はどうでもいいんだけど、ジェイジェイ君出ますから。出るってやってた。は、出ないよって。出ます。いや、いや、大丈夫です。あの、ジェイジェイ君に質問が来てます。大志さんはダイエットのするのにジムに行って筋トレして痩せますか。まあ、それもいきなりツッコミどころ満載だね。何回言えば分かる。自力でやりますか。ジェイジェイ君だから。ライシ君じゃないですから。本当にいい感じにしろよ。クラスメイトからも JJ 君って呼ばれてますから。はい。何そんな。ライシ、いいだろう。ジムは、行ってもいいんだけど、多分ね、俺どうせショーに行くから、今の時だけなのよ、どうせいいんだ。はい。正直、期間限定ちょっと渋い。ちょっと違うんですけど、ジャガーさん珍しく酔ってますか。ほんとジャガーさんベロンベロ、酔ってるのも癖になります。いや、ベロベロもうね、なんでもいいわ、ジャガーさん、ほんま。でも裸でもいいんじゃん。ベロマンではないんですけど、ホデクも飲んでますけど、全然覚えてます。シャンパン1本結構じゃない。いや、シャンパン2、3本だよね、みんなで。えぇ、いや、もっとだと思いますね。そんな飲みすぎだろ、考えてもね。全然嘘だよ、マジで。はい、先生来ました。はい、バッジを購入いただきました。はい、いいね。ちょっと待ってください。はい、はい、ヒロミ0517さんです。ありがとうございます。せーの、いいね。すげーなんだよね。あの、ジャガーさん、あの、眠いですかっていう。多分眠いよ、多分眠い。どう見ても眠そうだよ。そう、そろそろ面倒くさくなってきたので。ジャガーさん、次の試合のちょっとね、お知らせして。あ、今月の、うん、4月29日4月ね。後楽園ホールで。何時からですか。ディアナの工業があります。何時からですか。11時半ですね。午前の11時半。それは覚えてる。うん。で、ありますので、後楽園ホールで4月29日ゴールデンウィークですね。ぜひ、ここは協力的じゃない。お前たち、ぜひぜひよろしくお願いいたします。うるせえんだろ。あ、あ
の大志くん JJ くんですね。JJ くん鳥越ガズーリまた出れるのという意見があります。出ねえだ言ったじゃん。だから出ます。卒業やって言って出ます。出ますよね。ピンチーター出ますって言うんですよ。はい、あいつ呼べよ、あの復縁シーンみたいな。はい、バッチを購入いただきました。はい、いいね。ちょっとフライングだと思います。そうね、やんだ、はい、YNGSWSYK さんでーす。どうもありがとうございます。せーの、いいねー、元気だ。いいね、いいね、いいね。通過でバッチの方はこれ行くんですけどね。そうだ、気持ち悪い。ちゃんと読んでるそれ。気持ち悪い、気持ち悪い。はい、JJ 受けるっていうコメントが来てますね。じゃあさ、ちょっと若干に書きになって当たります食べようとしてるね。それよりいつの間に飽きてるの。1200ぐらい減ってるともう終わりにしよう。眠いから。じゃあ、今終わりますね。あ、ジャガーさんゆっくり休んでくださいね。ジャガーさんほんと好きです。ジャガーさんのいいね、かわいい。今度は23 24 よってても、ジャガーさんの次30ですね。来週も家族3人でお送りできますのでよろしくお願いします。まだいんの。いや、いるでしょ。だってゴールデンウィークまだ始まるよ。次の5月7日もいますから大丈夫ですよ。はい、思い出した。でも読み手が来ないからね、もうお前読み手サボってったな、お前もう頭くれるの。読み手顔さらすと、読み手顔さらすと。ちょっとさ、今日もあのJJ が剣が悪くなってなんか喧嘩になったわけですよ、昼間で、帰りたくて帰りたかったわけではないと。コロナの状況で帰ってくるしかなくなったんで、で戦って喧嘩して、もう本当にこいつもうお前もういいから寮に帰れって言ったら、寮に帰れねえからこっち来たんだろうとかってエヴァって言って超ムカついて、イラッときて。オチがあるか。あ、何もないんだよ。オチなんかあるのか。はい、あの JJ 君サッカー頑張ってねっていう意見が来てますね。どうでもいい、どうでもいい、もう無理だろ。もうサッカー厳しいから、スポーツの世界そんな簡単じゃないから、適当にやってやめればいいなと思ってます。あ、JJ 君試合があるんじゃないですか。しない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 。あれ、ジャガーさん行かれるんじゃなかったでしょ。応援に行っちゃうよ。なんだよ、どういうことだよな。それとこれが別んだ、息子の応援はする。弱くてもいいんだよ。頑張った姿を。どんだけ好きなの、息子。先生来ました、はい、バッジを購入いただきました。ありがとうございます。はい、2011、いい、ね、ジジママさんです。ありがとうございます。ジジママさん、せーの、いいね。ジジママさん、買っちゃダメだよって言ったよね。あなたは私の不安。わけわかんないよ、ほんとに。洗脳してる。なんだその説教は。絶対洗脳なのよ。はい、今日さ、ジャガーさんの29日見に行きまーすっていう。おーおー、いいね。いらっしゃいます。はい、センキューベルマッチョ。なんか待ってるよ。いや、会場ではできないんで。古いな。なんだこりゃ。会場では私一般的に会わないので待ってます。待ってるよ、お前。何これ。私は会場ではアヒルなんで、あ、ニールだった。間違えた、アヒルじゃニールなので、ちょっと近寄りがたいオーラが出ますけど、君たちも愛してるよ、はい、先生来ました。はいはい、ヒロミ0517さん、バッチを購入しました。追加ですね、追加ですね。いらないから。絶対やって。いいね。せーの、いいね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 。はい、そしてあの皆さん最後よろしいですか。はい、家族みんなの顔が見たいという、さあ、あの意見が。チャリン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 。いきますよ、せーの、いいね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 。レズボは違う。どうもありがとうございました。はい、また来週まで、さよなら。どうもありがとうございました。See you again.